入れて押してみようか。いいって何だろう、おならみたいな。おー、鳴ったなりました。こんな感じだね。はい、こんな感じです。はい、じゃあ次、はい、これコカ・コーラとかね、これゲーセンでね、取りました。取りました。じゃあコーラを開けてみようか。結構これトロトロだったと思うんだけど、はい、入れます。真っ黒、真っ黒、炭みたいな。炭だよ。はい、でもね、気持ちいいよね。はい、気持ちいいです。OK です。はい、次はじゃあボトルスライム。はい、これは駄菓子屋さんでね、買いました。6色ね。うん、何色触ってみる。赤色。じゃあ赤を触ってみたいと思います。赤を選んだね。はい、はい、じゃあ赤色触っていきたいと思います。血みたいかな。うん、本当だ。おー、すごい、ね、パパにドッキリできそうじゃない。これでドッキリ。うん、でもさ、胸とかに出ちゃった時。うん、はい、じゃあ次はですね、こちら開けていきたいと思うのでね、さっきコーラ開けたので、次はソーダ開けましょう。綺麗です。次、じゃあキラパテ粘土、4種類かな。じゃあちょっとね、種類がね、うん、後からまた出てくるかもしれないんですけど、ちょっと、はい、じゃあ次、キラパテの黄色。はい、ね、こんな感じです。キラパテはほんとね、うん、柔らかくて気持ちいい、気持ちいいよね。はい、次行きましょう。次行きましょう。次はこのクリスタルジル。うん、これも駄菓子屋で買いました。さっきのさ、100均のプチカンスライムで、うん、ちょっと大きさがちっちゃいけどね、ちょっと固めだと思うけどね。固めじゃない。あ、でもまあまあ柔らかいよ。はい、こんな感じです、うん、はい、はい、じゃあ次はセリアですね。セリアの、はい、この哺乳瓶です。ミルクスライム。はい、哺乳瓶。ピンク開けたいと思います。これは中身ね、一緒だね、うん、これは全部一緒で、トロトロです。すごいトロトロだよね、うん、で出ちゃった。うん、めっちゃトロトロです。はい、次行きましょう、うん、このミルクは一応ね、予備もね、買ってます。はい、はい、次はダイソーの不思議なジェル、水色開けます。すごい、これはね、いっぱいあります。やばいです、やばいです、皆さん、やばいです、皆さん固まっちゃってますね。じゃあちょっと黄色にしてみましょう。黄色にしましょう。黄色は大丈夫。あ、
黄色は綺麗、ね、あ、黄色は綺麗です。うん、やばこれね、固まっちゃうね、使ってないとね。固まっちゃいますね。でも本当これはね、殺菌なのにすごくすごいね、ね、いろいろ使えていいよね。うん、なんかすごい溜まって、なんか1、2、3でもね、ちょっと、ね、中身が固まってたりします。ピンクも、うん、さっき触っちゃった、ちょっと、うん、ちょっともう減っちゃってるね、ね、だいぶ使って、はい、はい、感じで次行きましょう。はい、はい、じゃあこちらはですね、セリアのプルンプルンゼリースライムをね、これやばいですちょっとこれ漏れちゃってすごいことになってます。ちょっとこれもうやばいな、ね、こんな感じ。袋からしか触れないだね。ほら見てください。でもこれもなんかちょっと固めかな、うん、で開けてないのもね、一応予備で、一応予備であります。全種類一応あります。はい、はい、じゃあ次行きます。次はセリアさんの不思議なクリアジェル。セリアでいいんだよね。さっきのがダイソーで、これがセリア。ごめんなさい、間違ってたな。ね、間違ってたらごめんなさい。多分セリアでいいと思う。ね、こちらもすごくすごい、ね、綺麗です。めっちゃ柔らかくて、ね、綺麗です。よね。はい。はい。なんか青だけ1個しかないんだけど、もしかしたらどっかにね、紛れてるかもしれないんですけど、一応かき集めたつもりです。はい、はい、じゃあ次行きましょう。はい、じゃあ次はですね、不思議なキラキラ汁を開けていきたいと思います。これはセリアだね。はい、これは3色あります。うちに何色なんだろう。はい、私はこう、これをね、キラキラしててね、すごく綺麗なパッキンだけどね、すごい綺麗です。はい、こちらの色はですね、こんな感じでね、ラメが下に沈んでるので出しました。あ、そうそう、下にね、沈んじゃってるね。だから出した、出した。上はクリアですごく綺麗。綺麗。はい、こんな感じです。黄色だけ一色しかない。黄色、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。綺麗。はい、じゃあ次は、これは雑貨屋さんで買ったスライムです。じゃあ、リミちゃんこれ、ちょっと開けてみようか。はい。うん。見て、スライム。すごい綺麗だよね。全部これ、周りのケースから取れる。開かないかな。すごい蛍光っぽい。すごいね。色だね。これさ、こうやってさなってるからちょっとやって。うん。じゃあこれ動画でね、紹介してないんだよね。あ、そう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 。おーおー、いいじゃん。おー、すごいすごい。ベロが超出た。うん。それ出しすぎじゃん。めっちゃベロ出てる。はい、こんな感じでね、遊べるスライムでーす。はい、次行きまーす。はい、じゃあ次はこのドラム缶スライム。これはなんかいろんなところで買って集まった感じだね。ちょっとリミちゃんが別のところでブーブー言ってるけど、すみません。これ種類違くない？あ、そうだね。でもまあドラム缶だから一緒に。何色触る？じゃあママこの黄色触るかな、蛍光だから。しょうちゃんは？私緑。あ、めっちゃトロトロだこれ。ほら。いやー、トロトロ。なんかリミちゃんがウーブー鳴らしてる。すごい。はい、ね、黄緑もまあでも同じ感じかな。トロトロです。うん、ちょっとリミやってないんだろう。すいません、あの先ほどのスライムがブリブリってます。はい、じゃあ次いきます。はい、はい、じゃあ次はこのうんちくんのキラパテ粘土です。これキラパテなんだよね、うんちくんね、うん、何色にする？ピンク。じゃあピンク触ってみましょう。はい、ここからこう開く。うわー、綺麗。めっちゃ綺麗じゃない？めっちゃ綺麗。あ、おお、キラパテだからちょっと固めかな。ね、これ固めだけど、うん、綺麗。綺麗ね、こんな感じです。はい、他の色もね、はい、同じです。はい、はい、じゃあ次、はい、はい、じゃあ次はディズニーだね。はい、これも多分ほとんど駄菓子屋で買いました。プーさん、プーさん開けよっか。じゃあしーちゃん何か開けた。私となる。ママとプーさん、こんな感じでーす、ね、量はね、そんなでもないんだけどね。こんな感じ、かわいい。あれ、固まってる。ちょっと固まってるかも。青も綺麗だね。綺麗です。ドナルド。そう、ドナルド、うん、はい、こんな感じです。これはね、ゲーセンでね、取りました。つむつむ、これもね、可愛いです。あと
あ、そうだね、じゃあ似てるので、これガチャかな。ガチャガチャです、ね、これもでもガチャにしてはすごく立派で、すごいですね。こんな感じでめっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗、ね、めっちゃ綺麗。これはですね、うん、スイカですね。綺麗です。めっちゃ柔らかい。柔らかいよね。めっちゃ柔らかい。めっちゃ、うん、むっちゃはい、じゃあ次行きます。はい、次はですね、こちらはなんて言うんですか、ペンキの缶に入ってる。あー、ペンキね。じゃあ好きな色でしょうか。じゃあこの水色。はい、トロトロだね。すごいトロトロ。トロトロな、おー、うん、綺麗な水色。出せない、トロトロすぎて、うん、はい、こんな感じです。はい、次はカメさん。はい、これはもう韓国スラムだっけ。開けます。パカ、甲羅を開けるとスライムが出てきます。え、これ青も、青も同じだよ。色青は青い色が、ほら、なんか、ね、ね、はい、ピンク色のスライムね、ピンクじゃなかったね。ね、次行きましょう。次、はい、じゃあです、こちらはですね、不思議な粘土。不思議粘土、黄色開けてきます。セリアだね。おう、ごめん、これはね、スライムじゃないね、粘土だけど。やっぱり硬い。ジオスライムとして紹介しちゃいます。めっちゃ硬いですこれ。粘土だけど、粘土だからね。ちょっとこれ固まっちゃったかもね。固まっちゃってしまって硬いです、うん、これでももともと硬いんだよね。はい、じゃあ次いきますか。はい、じゃあ次はこちらです。いや、もうちょっとずれてるけどこれやってみたかったんだよね。はい、こちら不思議粘土つぶつぶです。これもスイヤかな。はい、私緑開けます。これもね、ちょっと固めなつぶつぶ。あ、すごい、うん、これも一応粘土って書いてあるんだけど、スライムこれもね、粘土に書いてね、不思議な粘土って書いてたから。うわ、うん、でもこれはなんか不思議な粘土じゃないよ、つぶつぶ粘土。あ、そうそうそう、つぶ、不思議粘土つぶつぶって書いてある。へぇ、はい、じゃあ次行きましょう。てがー、ベトベトになってしまった。一回洗いに行きます。バイバイ。はい、じゃあ次はこちら。こちらはですね、キットだったよね。うん、韓国スライムだね。韓国スライムのキットですね。じゃあ白1個と黄色にしようかな。確か触り心地違ったと思うので。綺麗だよね、これ。なんかいい匂いがする。いい匂いがするね。ね、おー、綺麗、綺麗、めっちゃ綺麗です。綺麗です。ね、綺麗だよね、これね。これすごく綺麗。すごい、下に沈んじゃってる。そうね、めっちゃいい匂い。はい、はい、次行きましょう。はい、じゃあ次、はい、次はですね、こちらの南国スライム開けてきていいと思います。これはピクニックさんで買ったかな。これこうでかかったよね。めっちゃでかくて、じゃあこちらも顔が可愛かった。それにするじゃん、なんかでかいの。私でっかいのかな。確かトロトロだった気がする。うわ、やばい、ブブ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 、やばいやばいやばい、みんな、皆さん見て、私はこれ、うわ、すごいトロトロ、やばいやばい、机、机、やばい、机に、これ、ちょっとやわやわめでした。やばい、また手洗ってきます。はい、じゃあ手洗って次に行きましょう。はい、はい、次はこのもちもちゼリー開けていきたいと思います。これ全部開いてます。全部開いてます。3つありましたね。開けます、ひゅいひゅい。これいいよね。ね、これはセリアさんです。はい、気持ちいいです。気持ちいいです。はい、じゃあ次行きましょう。はい、はい、次はですね、こちらのミルクボトルスライム。はい、こちらもね、駄菓子屋さんで買いました。駄菓子で買いました。駄菓子で買いました。いや、やばい、これトロトロかな。ね、これジュースだよ。ちょっと待って、映ってない。やばい、
これジュース。やばい、これ熱くて溶けちゃったかも。あ、やばい、ジュースやばい、ちょっとこれやばい、溶きましょう、溶きましょう。他もそうかも。これちょっとね、今暑い季節がちょっと辛いのね。すいません。すいません、ちょっとトロトロなので、これはこれで終わりです。はい、次行きましょう。はい、行きましょう。次はホットチリスライム。はい、これはもうね、セリアさんで近い、うん、セリアさんのやつです。スライムで、はい、こちらこんな感じです。真っ赤です。これもドッキリできそうね。はい、じゃあ次行きましょう。はい、次はこちらの韓国スライム。これも駄菓子屋ですね。これでもちょっと粘土っぽい感じです。でもこれめちゃくちゃ面白いかな。そう、ラーメン、超ラーメン。さて、ラーメンは何色なんでしょうか。オープン。おお、青なんだね。ラーメンは青でした。ちょっとやっぱ粘土っぽい感じですね。はい、こんな感じでした。はい、じゃあ次いきたいと思います。超ラーメンの超が青だからかな。ああ、そっか、ね、ちょっと超ラーメンの超がさ、にっぽり一番とかの青。次は電球スライムです。で、セリアです。はい、じゃあそれ開けてみよう。開いてるよ。はい、これ一応ね、2色かな、黄色と白が。これもやばそうだよ、ほら。あー、ちょっと劣化してますね。ちょっと危険ですね。ちょっと危険。もう触ってよ。もう触って。ちょっとトロトロですね。うわ、いける、うん、いけるいける、ほら。でもトロトロ系で、こんな感じ。あ、いける、うん、いける。ちゃんとスライムです。でもこれ甘ダストね。甘ダスト。ね、はい、じゃあ次行きたいと思います。これね、はい、電球、ほんと電球で可愛いよね。はい、じゃあ次行きましょう。はい、はい、次はこちらのメタリックジル。これはもうね、6色で、1、2、3、4、5で、それが6、ピンク。じゃあピンク触ってみましょう。はいね、これ綺麗だよね。あ、めっちゃ気持ちいい。これは全部綺麗でした。これもね、これ専用で YouTube で紹介する動画あるのでね、見てください。見てください。はい、次行きましょう。はい、はい、じゃあ次、こちらはね、ピクニックさんでね、ピクニックさんでね、買いました。買った、こちら粘土です。いくぞね、大きいのがね、3つあるんですけど、小さいの同じなので、ちょっとね、こっちをさ、めっちゃ硬いです、ね、ちょっと硬めかな、それとも固まっちゃったかな。硬い、ちょっと硬くなっちゃったね。おお、でもね、すごい伸びるんだったよね、これ確かね。すごい、このちょっとブチブチ切れちゃったね。はい、次行きましょう。はい、はい、じゃあ次はセリアで買ったスライムをちょっとまとめて、まとめましょう。じゃあこのね、スライム注射についてたスライム、これを、はい、じゃあこちらね、こんな感じだった。トロトロかな、注射器に入れて。トロトロです。トロトロですね。はい、こんな感じ。すいませんね、急ぎでね、はい、次行っちゃいたいと思います。はい、チュイーン。次、これもね、あのスライムじゃないか、これも粘土、伸びる粘土。ちょっとまだこれ入ったので、開けてあるのが緑だったかな、ね、ちょっと粘土なので固めです。あ、よく伸びるんですけど。伸びるんだよね、紙粘土みたい、うん、はい、すごい伸びます。はい、はい、次行きます。こちらは何でしょう。チクタクチーン、こちらです。チリーン。はい、これはね、ゲーセンで撮ったやつです。私がさ、うん、髪取りして、そうで、ね、もうちょっとあったと思ったんだけどね、青とかもあったと思ったんだけど、もしかしたらリミちゃんの机のこととかかもしれない。じゃ、代表して緑。代表して緑。
柔らかいです。ね、可愛いよね、何よりね、形が ね。はい、こんな感じこれしかもこれすっぽりはまるから好きなんだよねはい、次行きましょう。はい、行きましょう。はい、じゃあこちらね、セリアさんのやつちょっとね、同じようなのまとめちゃいました。じゃあリミちゃんどれ触る？これ、これ。じゃあそれ触りましょう。シーン、それ骸骨ね、入ってるやつ。骸骨じゃないよ、エイリアン。エイリアン、そっか。これ気持ちいいよね。もう一色ね、あったと思うんだけど、今これしかない。はい、これです。映ってない、映ってない、画面に映ってませんはい、じゃあ次行きましょう。はい、次はこれ、例えばゲーセンで撮ったかな。あとなんか違う、ゲーセンで撮ってないよ。ピクニックの福袋に入ってたね。これね、買った。そっか、じゃあリミちゃん一個触ってみようね。へー、はっ、うわ、上、汚い。汚いよね、ちょっと混ざっちゃって、結構ね、色は汚いです。でもね、すごい綺麗。こんなちっちゃくなっちゃった、うん、でもとても綺麗です。はい、オッケー、次行きましょう。はい、はい、次これお薬。キャンドゥとセリア両方売ってたかな。お薬なのこれカプセルみたいなじゃあ触ってください。青、イエー、青、ちょっと固めだったよね、これね。これ粘土系、粘土系で、緑付き。緑も触る。緑、うん、はい、オッケーです。はい、次行きましょう。はい、はい、次こちらはね、ゲーセンとガチャガチャとで撮ったやつ。ちょっと中身がね、なんかやばそうというか、なんだろう、ちょっと触りしちゃってたり。一個触れないわ。ちょっとこんな感じで、なんていうんだろう、色が分離しちゃってるっていうかな。ちょっと触るのやめといて聞いたいと思います、はい、すいません。はい、次。はい、じゃあ次は韓国スライムです。ちょっとある程度まとめて、まずこれ、じゃあそれ触る。うん、今ちょっとこれにしよう。わ、すごい、超すごい、白だね。あ、これやばい。え、これや、これちょっとやばいやつ。やばいやばいやばい、やばいこれ超トロトロすぎて手にべったりくっついちゃうやつ。べったりだからティッシュ。うん、これさ、うん、すごい真っ白。これがね、案外ね、綺麗。このなんか蛍光っぽい感じで。おおお、綺麗だね。綺麗。うん、で、これちょっとね、固まっちゃいました。やばい、もうこれ固まっちゃって。はい、じゃあリミちゃん次いきますよ。これも韓国スライム、こんな感じ。おお、それ綺麗だね。ちょっと硬くなっちゃったかな。あ、でも大丈夫か。トロ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 、ね、これちょっと確かやばかったので、やばい、これは開けません。ちょっとすごかったよね、これね。これはそれ、そっちも開けてみて。これはなんかナタデココみたいなやつ。ナタデココ、今ナタデココ言えてなかったはい、じゃあ次行きます。待って待って待って、次。はい、じゃあ次、これはリオ橋本で撮ったやつかな。うん、じゃあそれ確か開いてるから。開いてた。まださ、これも確かトロトロしてるんだよね、スライム。え、そうなの。うん、マカロン、マカロンなんだけど、中身は、うん、うんってじゃあ開かない。やばい、やばい、落ちちゃう。あ、トロトロ、そうそうそう、トロトロなんだよ、確かこれ。いや、次行きます。はい、はい、じゃあ次はアイスです。これはね、これどうやったら、ピクニックさんか、違う、え、なにこれ、なんか入っ、なんか膜がついちゃった。膜ついた、見て、あと、ごめんなさい、うん、あと、うら、形になっちゃってるね、うん、ちょっと固めな、硬すごいな、ね、ミニちゃんが暴れてる。スプレーみたいなのが飛ぶね。飛ぶ。
匂いする？匂いする。臭い。臭い。はい、じゃあ次行きます。はい。はい、これはゲーセンとガチャガチャかな。なのでちょっとね、1個しかなかったです。これさ、ママこれ開けて。トマト。これね、中ね、こうなってんだよ。袋に入っちゃってて開けてないんだ。じゃあ次、じゃあリミちゃんそれ開ける。これ超気になる。ただのスライムかい。きれいきれい。それガチャだね。うん、超硬い。これプーさん。こんな感じ。あ、すごいトロトロだ、このプーさん。次これクリスタルズティー。近い。でもね、これね、緑のね、同じぐらいのね、やつあったんだけど、それ超気に入ってて、ずっと触ってたら硬くなって。そうだね、もう黄色だけになっちゃう。どんどん硬くなってね、捨てちゃった。だからさ、嫌だ。そうだね。はい、じゃあちょっとこれね、可愛い。はい、じゃあ次行きたいと思います。はい、はい、おなじみのダイソーです。ドロネーバー。プルンプルンだね。これプルンプルンだよね。あのね、手につかないね、プルンプルンなのはね、固まんないんで、ね、これだってすごい前のだもん。そうだね。あー、冷たい。はい、じゃあ次行きます。はい、はい、でこれも韓国スライムですね。はい。はい、じゃあしみリミちゃん。これね、噛んだから。シミちゃんって言っちゃった今。シホちゃんとリミちゃんが噛んでシミちゃんって言っちゃった。さっきまでシホちゃんだったの。はい、じゃあ開けましょう。おでん。開かない。そうやって開くの実際。おお、開いた。開きました。。これもトロトロだったよね。ちょっと出してみる。トロトロ。ちょっとだけ。来い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 。こんなー来た。オッケー、こんな感じでーす。はーい、ね、トロトロ系でーす。トロ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 。はい、次行きまーす。はい、はい、これもゲーセンで撮ったやつかな。ガチャガチャじゃない。一個なんかピクニックさんで買った気がする。はい、じゃあささっと。あ、ゴムが。いいよ。あ、そっか。わー、何これ。ジャムだね。トロッとロ。トロッとロ、美味しそう。ジャムなのにトロッとロ。ジャムもトロッとロ。はーい、オッケーです。さあ次行きましょう。はい、はい、次これはセリアのね、チキン缶スライムです。じゃーん。じゃあ一色だけ触ってみましょう。まあこれはね、おー、おー、全部出した。全部出した。豪快に出した。全部出した。トロ。え、このこれしか入ってないの？そうだよ。トロトロです。トロトロでーす。はーい、じゃあ次行きましょう。はい。はい、じゃあ今度はディズニーの。よっしゃ。丸い玉のスライムみたいな。プーさんしか見えてないから。ね、こんな感じでーす。プーさん触りましょうね。すごい粘土感がある。うん、すごいよね。これ綺麗なんだよ、すごく。ね、こんな感じ。で、ちょっと一個小さいのもあるな。ママ、そのドナルド開けてみ。これ？なんで？いい柄。いい柄。パカ？おお、卵みたい。なんで笑ってんの？はい、じゃあ次行きたいと思います。早いよ。はい、じゃあ次はこちらです。じゃあ1個触ってみよう。おお、綺麗に開いた、ね、すごい。ね、リミの手しか映ってないよ。リミの手しか映ってない。じゃじゃん、丸。すごい気持ちいい。次行きましょう。危ない危ない。はい、次はトイレアメーバ。これもゲームセンターだね。トイレアミーボ。どうなってんだっけ、中。何これ。ここにトイレの中に。え、何これ。わかんない。何これ。ここに入ってました、スライム。ちょっと固めな。やだやだ、スライム。
次行きましょう。はい、じゃあ韓国スライム開けてみましょう。ね、これ透明。おお、これすごい。何がすごい？すごくら見て、このボリューム。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 これしかなくなった。うん、綺麗だね。もうない。はい、じゃあ次行きますよ。はい、じゃあ次はフライングタイガーのカッタースライムです。私が一番好きなのこのスライム。そうね。じゃあそれ触ってみようか。うん、ちょっとこれとかもうね、やばいです。中身がちょっと開けられない。さっきも私触りました。なのでこのスライムあったかいです。好きなんだね。水色と、そう、水色とピンクが混ざって、もう触りすぎて紫ぐらいになっちゃったんですが。マーブルだったのにね、紫っぽくなっちゃったね。触りすぎた私が、うん。確かにこれはすごく綺麗だね。でもこれでも気持ちいいから。うん、気持ちいいから。ギミやめてください。じゃあ次行きましょう。はい、じゃあ次はこちら。ちょっとまとめてね、置いちゃいました。これがね、はい、ゲーセンで取ったバブルスライム、電球のスライムと、これね、これ韓国スライムなんですけど、うん、ちょっと中がトロトロでヤバすぎるので、ちょっと今は開けないでおきます。で、これ100均で買った、すごいキラキラな、キラキラのスライム。これ触ってみよっか。うん、で、これ作ったよね、なんかね、作ったやつ。これ作ったやつ。これたっぷり入って100均のスライムです。すごいしっかりしてて気持ちいいね、いいよ。しゃべんないで今から私がトレーチするの。はい、スタート。終わりですか？終わりです。はい、指が痛くなりました。はい、じゃあ次はバングットさんと、あと駄菓子屋さんで買ったスライムちょっとまとめました。ちょっとこの辺ね、もう色がやばいよね。やばい。この星ちょっとこれもう怖いです。これはまだ全然平気だね。綺麗。こっちも平気。うん、私このピンク開けます。はい、こちらトロトロ系です。これはこんな感じ。やばいやばい。綺麗。めっちゃトロトロだね。あ、怖い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 。やばい。いや、はい、じゃあ次行きます。はい、はい、じゃあ次はね、ガチャガチャかな、ほぼね、とね、もうまとめちゃいました。もうこの辺とかちょっとね、やばいです。で、こういう金魚とかやったね。金魚ね。うん。あとはこれ光るやつかな、これ触ってみる。うん、電気、今電気消えてるんで。すごいタプタプで綺麗な感じ。タプタプタプ。うん。あとこれはさっきやったね、同じのがあったのかな。クリスタルパティね、こんな感じです。金魚が可愛いね。この辺もね、綺麗だよね。クリア粘土、これもガチャです。ガチャだけど綺麗、はい、ね、こんな感じで、ちょっと固めだこれは。はい、かなり固め。はい、こんな感じです。じゃあ次行きます。はい、はい、じゃあ次はちょっと小さいスモーケとかをまとめました。これね、からしとケチャップはキャンドゥで買ったスライムです。はい、これはピクニックさんのやつかな。そうだね。これ触ってみようか。うん、ね、私さ、ここにある卵開けていい？うん、こんな感じ。あー、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗です。すごい、やばい、めっちゃ綺麗。こんな感じ。あ、黄身が入ってて白身がするんだよね。あとこのね、ミニオン、これゲーセンだと思います。これちょっとタプタプ系のスライムです。こんな感じかな。はい、はい、じゃあ次行きます。はい、行きましょう。はい、じゃあこちらツムツムかな。はい、ツムツムのスライムです。はい、これさっき
き開けたミニオンと全く一緒です。なので省略します。はい、あります。はい、次、はい、行きましょう。はい、じゃあ次はね、ガチャガチャです。はい、アイスキャンディーのこんな感じだけど、ちょっと2色しかね出てないというね。ね、ちょっとこんな感じです。そうちゃんと触ってみる。うん、ちょっとなんか色がいちごとレモンを使ってて、うん、こんな感じ。柔らかい、柔らかい。でもね、入れ物がね、すごいキャンディーな形してて、かわいい、かわいい、こんな感じね。他の色もね、欲しかったけど ね、グレープとかソーダとか欲しかったよね、うん、はい、じゃあ次いきます。はい、次、はい、じゃあ次はさくらんぼスライムです。これもガチャガチャです。はい、こうやって透明なのもあれば、こういうね、赤いさくらんぼ、この中に入ってるのかな。はい、あのね、でもね、うん、ラインナップ見たらこの透明なのがないし、1個のやつがないの。だから多分切れてるし、あ、そっか、色が変になっちゃったみたい。おー、まあ、こちら透明なんですが、ほら、見てください。なるほど、ないんです。ないの、ね、うん、開かないな、これ。開かない、やばい、開かなくなっちゃった。黄色は紫だからです。へー、黄色は紫なんだ。うん、あ、本当だ、今ね、黄色開けたらわかるかな。ちょっと紫っぽい色が入ってました。うん、ね、おーおー、大丈夫すいません、カメラ動いちゃった。で、レッドがこちらのピンクでした。かわいいよね、これね。ね、かわいいよね、こういう感じで、めっちゃかわいいです。めっちゃかわね。はい、じゃあ次いきます。はい、行きましょう。はい、じゃあこれはちょっとね、もう昔の、何、ガチャガチャの、ね、すいません、この紹介に。これ、ちょっとね、このまま。なんか、開けるとね。はい。ね。こんな感じです。はい。じゃあ、最後。これもう一個あったはずなんだけどね。ね。これ、お風呂で遊ぶスライム。これ、お風呂に、ね、入浴剤です、入れられるやつです。これ今度はね、やりたいと思って買いました。遊んでみましょう。はい、はい、はい、じゃあこれで以上です。はい、はい、じゃあ今回ですね、でスライム紹介をやってみました。はい、バイバイ、また見てね、バイバイ、バイバイ。ちょっと長い撮影でリミちゃん疲れちゃったね。疲れた、ね、おやすみなさい。おやすみ。グミ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 ペア。サンジーラおやつ。